国民の半分、COVID-19 で日本政府の対応を評価せず、世論調査で、読売新聞が14日から16日にかけて行った世論調査の結果、日本政府の COVID-19 への対応について、52%の方が評価しないと答え、評価するは36%にとどまったことが明らかになりました。 この日本政府の COVID-19 への対応については、現時点で法務省が法的根拠がないと妨害していることが確認されております。さまざまな事案について、各省庁が担当している専門分野に基づき、対応を取るのは当然必要でございますが、そういった対応によって、国民の 命が奪われてしまったら意味がありませんので、すべての省庁には、この COVID-19 について、全省庁一丸となって対応し、国民の命を、安全を守っていただくように、お願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。